函館自由市場が火事から復活して28年。函館では記念のイベントが開かれています。函館自由市場はとっても多くのお客さんでにぎわっています。これから誕生祭のメインであるマグロの解体ショーが行われます。戦後からの歴史を持つ函館自由市場は、1995年の大晦日に火事で全焼しました。しかし、およそ8ヶ月後に再建し復活。今日で復活から28年となるのを記念し、松前さんのおよそ54キロのマグロの解体ショーが行われました。その後、8月8日にちなんで880円でマグロ丼が振る舞われました。涙ボロボロ流して火事のところを見てましたよね。私は市民の皆さんのご協力がありまして、このように早く十一番が出来上がったということで、本当にもうそれ感謝一途ですね。